今回ご紹介するのは JR 東日本越後線の越後赤塚駅です。越後赤塚駅は新潟県新潟市西区赤塚にあり、1914年大正3年12月25日に越後鉄道の駅として開業しました。駅舎の前に自動販売機、郵便ポスト、公衆電話があります。当駅は新潟駅が管理する無人駅ですが、一部時間帯において社員が派遣され収札業務を実施する場合があります。駅舎は待合室の機能のみで、簡易スイカ改札機、自動券売機、運行情報と時刻表を兼ねたデジタルサイネージが設置されています。当駅周辺は冬期間の好天時には地吹雪が発生するなど厳しい立地条件にあります。ホームには待合室が設置されていますが、ホーム上屋については吉田新潟間全駅を通じて唯一設置されていません。当駅は島式ホーム1面2線を有する地上駅で、駅舎とホームは跨線橋で連絡しています。駅周辺は以前は周囲を水田に囲まれ民家数軒と共に建っていた駅でしたが、1990年代から土地区画整理事業による宅地開発が始まり、水木のニュータウンと名付けられました。1994年には新潟国際情報大学が開学するなど、周辺地区の開発が進みました。現在駅周辺の地名も住居表示の実施により水木野となっています。1927年昭和2年10月1日に越後鉄道が国有化され、当駅は国鉄越後線所属となりました。1982年、昭和57年、11月24日に現在の駅舎が竣工。1985年、昭和60年に現在の跨線橋が竣工し、供用を開始し、構内踏切を廃止しました。
1987年、昭和62年4月1日の国鉄分割民営化により、当駅は JR 東日本の駅となりました。2019年、令和元年には、駅舎と跨線橋との通路シェルターの増築工事が完了しています。今回はご視聴ありがとうございました。